オーストラリアの潜水艦計画において日本の案は受け入れられなかったけど、結果的には良かったとする意見が多かったんだよね。日本の技術提供を渋る意見もあったみたいだからね。極端に悪く言っちゃえば、情報漏洩だし。もともと原子力推進型はダメだと表明していたにもかかわらず、今頃になって潜水艦のスランス建造案を変更するという動きがあったからな。そうそう。ところ変わって台湾の潜水艦計画に関して、現時点では順調とは明確に言えないものの、オーストラリアと比べるとかなり進んでいるよ。やはりアメリカの猛烈な圧力に耐えられずに購入したものと、この豪州潜水艦計画を見ていくと状況が大きく違っていることが見えてくるね。オーストラリアには明確なビジョンが見えていない印象なんだよね。そうだね。さて今回は冒頭でも述べたように、豪潜水艦落選は結果的には成功と言えるのか否かについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。さっきの話の続きだけど、台湾の方は建造するだけの話となっているんだ。一方オーストラリアの方についてはまだフランスの提案との折り合いがついておらず、しかも仏国原子力潜水艦がようやく完成したことに驚きを隠せない状況となっているよ。潜水艦建造計画が一向に進まないのはオーストラリアとフランスの両国が意見の食い違いを見せているのか、どっちが遅いのか読者の方々はどう感じているのだろうな。フランスの建造案を採用したのは2016年4月まで遡るんだけど、オーストラリア海軍が保有しているコリンズ級潜水艦を更新する計画は、5年後の今となっても様々な意見が飛び交っているというから呆れてしまうね。そもそもオーストラリアが毛嫌いしていた原子力を使う潜水艦だったにもかかわらず、意見が定まった時点では未建造であった潜水艦を通常動力型に変更するということにも当初から懸念の声は囁かれていたんだ。オーストラリアは原子力反対意見が多いからね。今後のことを考えると柔軟な対応が必要だと思うけど、あれこれ悩んでいるうちに世界に置いていかれちゃうだろうし。2019年7月に本国のフランスで大元のシュフラン級原子力潜水艦が竣工式を迎えたとも報じられたが、その反面オーストラリアでの計画は遅延したまま行き詰まった状態となっているよ。このシュフラン級原子力潜水艦の機関部分を通常動力型に改良した艦艇の名称が、アタック級潜水艦と呼ばれており、オーストラリアが採用したのは後者の形式となっているぜ。本国のフランスでは、このシュフラン級原子力潜水艦を合計6隻調達する計画で建造が進められており、1隻あたりの建造費用は約1830億円もかかると報じられているね。フランスの建造費用を基軸に考えて、機関部分を通常動力型に変更するという違いはあるものの、12隻を建造予定のオーストラリアの1隻あたりの費用は約5000億円まで高騰しているというから、納得できずに計画が進まないというのも理解できるかも。高騰の額が凄まじいね。建造計画に遅延が生じる前から1隻あたり約3750億円相当と見積もられていただけに、額面の金額だけを考えるならば相当に高額な建造費をすっかけられたと言わざるを得ないだろうな。この新型潜水艦プロジェクトを発表した際、入札に加わった日本の提示額は、1隻あたり約1500億円であり、この金額はフランス案の半分以下だったが、オーストラリアは高い方を選択したよ。しかも海上自衛隊の最新鋭の操縦型潜水艦投入に関しては、日本での建造費700億円未満とされており、これと比較すれば倍以上となる建造費を提示していたとも言えるが、船室内を外国人使用にするなどを考慮すれば当然の額だな。日本と同様、通常動力型を欲していたオーストラリアに対し、原子力潜水艦しか建造していないアメリカは並走の観点から日本案をしていたんだ。要するに日本の潜水艦はアメリカ製の兵器システムを実装しているため、自国に利益が生まれるからだな。また、それを運用している案であれば、ほとんどそのままの形で導入を進められることで、時間的にも使用的にもメリットが高いと考えて日本案を推したのだろうぜ。そのような背景があったんだけど、オーストラリアは潜水艦の自国建造によって国内雇用などの経済対策を伴う方向性を政治的にも選択することができなかったため、それが可能なフランス案の採用に踏み切ったというわけだね。日本が武器輸出の緩和を実現して初の大物案で、費用的にも時間的にもオーストラリアにとって優位性を持った提案を行えたかのように見えたけど、
すんなりとことが進まなかったというのを学べてよかったとも思えるよね。日本初の武器輸出の機会を逃したことに対して、悔しいと感じる声が上がる一方で、日本防衛の生命線とも言える潜水艦技術を結果的に提供せず済んだことをむしろプラスと評する声も上がっていたよ。日本の技術は提供するには惜しいもんね。確かに近年のオーストラリアの経済的な位置づけを考えると一理ある考えとも言えるものだな。この背景に最大の貿易相手国が今や中国であるという現実が後押しされていることから、オーストラリアの政権そのものが中国の強い影響下にあると考える意向も多く、現在日本が最大の仮想敵としている相手に潜水艦の情報が漏れずに済んだという指摘だぜ。ここで言っている説の信憑性は明らかにされないとしても、日本と同じく思考を海で囲まれたオーストラリアにとって潜水艦任務である海底の先乗りとしての意味合いは、あらゆる戦術を超えた戦略的な位置づけを持つものと言えるだろうな。聞くとことによると、オーストラリア海軍の中からこの潜水艦代替計画の今後の流れを考えた場合に、原子力推進型の導入も視野に入れるべきとの意見も上がっており、混乱に拍車をかけているらしいね。オーストラリアもなかなか揺れてるね。今の豪州建造計画の進捗では最終となる12番艦が収益する頃には2050年を迎えると言われており、確かに30年後には取り巻く世界環境も変化しているとは思えるが、オーストラリアの原子力を使用しないという前提を無にした意見とも取れるね。そもそも原子力推進型であるスプラン級原子力潜水艦を原型にしているということもあり、費用を上乗せすることで変更が可能であると建造を請け負うネイバルグループは表明しているぜ。オーストラリアが通常動力型潜水艦にこだわる理由は、国の法律によって原子力の採用が規制されているからであり、条文を変更しない限りどこまでが現実性のある話なのか、今一つ判断に苦しむ見解だとも考えられるな。太平洋戦争の時には日本が米国と豪国を分断する作戦を実施したことで、国防に対する海上の備えの必要性を十二分に認識していたと考えたオーストラリアだからね。現在のオーストラリアの潜水艦導入をめぐる報道を見ていると、やはり最終的な軍事兵器は自国で建造できる環境を持つことも大事なんだという、世界中に教訓を与えているかのようにも感じ取られるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう、ありがとう。ありがとう、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